こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、スーパーテレビくん仮面ライダーゴースト夏魂ということで、はい、テレビくんの仮面ライダーゴーストの情報が満載の増刊、映画の情報や現時点でのいろいろな情報が載っています。アイコンもいっぱい載ってます。はい、そしてこのこれもまた争奪戦ですね。こちらの付録、昭和ライダー45ゴーストアイコンです。こちらは DVD 付きのものは以前発売されましたが、平成魂と1号魂なんですが、こちらは昭和魂ということで、またこちらの45ゴーストアイコンとは違った音声がゴーストドライバーとの連動で出ますね。この雑誌付録というのは毎回こういったレンチクラータイプの絵柄なんですけども、それも今回こちらも角度によって絵柄が変化するレンチキラータイプの絵柄となってますね。では早速開けてみましょう。はい、中身はこんな感じで、説明書と上に貼るシールとパーツが4つに分かれてますね。これはもうこのピタゴラスと一級の時も同じで、このように4つに分かれていて組み立て式でしたね。はい、組み立て方は以前の雑誌付録のものと全く同じで、その後ろのパーツにボタンのパーツを取り付けて、最後にカバーをかぶせる。こちらの横のパーツは押せるものと押せないものがあるんですが、この押せないものをまずこちらの左側に向きに注意して取り付けます。そして反対側にボタンが押せる方のパーツを取り付けます。最後にカバーのパーツを取り付けて、はい、パチッといくまで押し込んだら完成です。はい、そして最後にシールを貼ります。はい、これで昭和ライダー45ゴーストアイコンが完成しました。はい、上は昭和の章で昭和、そして目玉が赤、これは必殺技でしょうかね、仮面ライダー1号のシルエットですね。そしてこの顔の額に45。はい、それでは
ゴーストドライバーで音声確認しています。本紙の方にこの付録の昭和ライダー45ゴーストアイコンのことも書かれていまして、絵柄の方が見やすく載っています。まあ、これで、まあ、こちらは回転機構がないんでね、回転機構をつけて作ってみようという方にはこれはすごいありがたいものですね。これをスキャンして回転するようにしてシールにして貼って、こうカチカチカチと、45ゴーストアイコンは、今後のガシャポンゴーストアイコンの15で、こちらの2つがですね、平成魂と1号魂が出るので、こちらのベースとなるものが2つに分かれて一つずつ出ますので、45ゴーストアイコンというものとしてはこの全部で4つになるということですね。またこれが揃ったら並べてみたいですね。はい、というわけで今回はスーパーテレビくん仮面ライダーゴースト夏魂の付録の昭和ライダー45ゴーストアイコンをご紹介しました。こちらもね、またまた争奪戦みたいで、どこの本屋さんやスーパーに行ってもないということがありますけれども、いろんなお店を探してみてね、まあ、あったら即ゲットしていただきたいなと思います。僕はかなり早い時期に予約を、通販の方で予約をしたので本日届きました。また今後もアイコンの争奪戦があると思いますが、まあ、頑張ってゲットしていきたいと思っております。それではトイズガオでした。